どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ANA のクレジットカードって本当にたくさんありますよね。 で、私一番聞かれる質問はね、ANA のクレジットカードでどれがおすすめですかって一番聞かれるんですよね。で、これはですね、あの、お答えさせていただきたいところなんですけども、この ANA のクレジットカードっていうのは非常に種類がたくさんあるっていうのと、また特典も分かれている。またね、メインカードで使うのか使わないのかっていうのもありますし、またね、私みたいにスーパーフライヤーズがね、えー、私は、えー、スーパーフライヤーズのね、JCB の一般カードを持ってるんですけども、このね、スーパーフライヤーズを持ってるか持ってないか、 っていうのでも、また変わってきますよね。で、このスーパーフライヤーズが入ってくると、家族カードを発行するかどうか、まあ、こういったね、家族構成でも、またね、おすすめできるクレジットカードって変わってくるっていうふうになりますんで、今回の動画では、ANA のクレジットカードね、年会費から特典ね、えー、徹底的にね、解説やっていきたいなと思いますので、これからね、ANA のクレジットカード発行検討されている方、またね、国際ブランドとかね、変更検討されている方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと、 思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではまずですね、年会費だけね、ちょっと一覧で出させていただきました。特典はね、一般カード、ゴールドカード、プレミアムカード、SFC みたいな感じで見ていきたいなと思うんですけども、ANA のね、Visa Master JCB、一般カード、ゴールド、SFC、一般、ゴールドってあると思うんですけども、このね、Visa Master JCB のね、一般ゴールド、SFC に関しては、 年会費の割引をね、受けることができるって言った感じになります。で、こちらはですね、ビザカードの方は、リボ払いの登録と手数料のある支払いが年間1回でもあれば割引を受けることができます。で、JCB の方はですね、スマリボに登録していただいて、 一回使うだけ、手数料のあるなし、関係なくね、この割引を受けることができるっていう風になっておりますんで、メインカードでね、SFC 維持してる方とかですね、非常におすすめっていう風になります。特にね、JCB の方はね、簡単に利用することができて、まあ今年私ね、今これ持ってるんですけども、この9900円ね、利用させていただいてるっていう風になりますんで、 本当にね、この JCB のね、スマリボ登録して1回利用はですね、メインカードにされてない方非常におすすめっていう風になっておりますので、割引制度があるっていうことはぜひね、覚えておいてください。まあ私のね、あの実際に、 利用する方法の動画まで出させていただいておりますので、そちらも参考にしていただいて、利用していただければなと思います。で、アメックス、またダイナース、またプレミアムカードに関しては、割引制度はね、ないって言った形になります。で、年会費のね、本会員がこちらになりまして、で、この下が今言ったね、割引を入れた額がこちらになります。アメックスとかね、ダイナースとか、そのままね、あの、記載させていただいて、 おりますで家族カードの年会費がこちらになりますねでこの家族カードの割引もですねこの VisaMaster に関しては利用することができます JCB はね家族カードの割引制ではございませんのでそのままになるわけなんですけれども えビザマスターの方はね、割引を利用することができるっていう風になりまして、ま、そのね、合計金額がこちらっていった形になります。ま、SFC 持ってる方はね、ま、こういった感じで1枚の本会員と家族カード1枚でね、維持することができるっていう風になるんですよね。やはりね、一般カードだとね、こんだけ安いですけども、ゴールドカードになるとね、こういった感じで高くなって、SFC だとね、かなり高くなってくるっていうところですよね。 またね、プラチナプレミアムカードだと、まあ、さらにね、年会費が上がっていくって言った形になります。まあ、このね、割引自体はですね、利用する、利用しないね、まあ、人それぞれあると思うんですけども、まあ、個人的にはですね、かなりね、あの、安く利用することがね、できるっていう風になりますんで、メインカードにね、しないで SFC 維持だけしてるっていう方は、ぜひね、利用していただければなと思います。それでは次にですね、特典をね、一般カードから、えー、見ていきたいなと思います。 えー、それではまずね、一般カードからですね。先ほどの、ね、年会費がここに、ね、記載しております。で、まずね、えー、ビザマスターの方は、貯、えー、まるポイントが V ポイント、ANA 一般、JCB カードはオキドキポイント、ANA a m ク x 一般カードは ANA リワードポイントっていう風になります。で、V ポイント、オキドキポイント、ANA リワードポイントっていう風になりますので、貯まるポイントはね、このポイントが貯まっていくっていう風になるんですよね。ですので、直接 ANA 前にね、まるわけではございませんので、この点はね、覚えておいてください。 一度移行っていうのもね、選択することができると思うんですけども、アメックスはできないんじゃないかな。ANA のクレジットカードっていうのはね、基本こういった形になっておりますんで、 この点覚えておいてください。最初ね、カード発行して利用するとね、結構戸惑うんじゃないかなと思うんですけども、私だけかもしれないですね。で、最大還元率は0.5%から1%還元っていうふうになります。で、ANA a m ク x 一般カードだけ1%還元、100円で1マイルがね、貯まるっていうふうになりまして、マイルの移行費用が6600円かかります。で、この Visa Master JCB の0.5%から1%還元っていうのはですね、これね、マイルを移行する手数料を払う 買うと1%還元っていう風になるんですよね？で、これをね手数料無料にの選択することもできるんですよ。選択すると。えー 0.5%還元っていう風になりますんで、手数料ね、支払うと1、1%還元で利用することができるっていう風になるわけなんですけども、年会費はね、こういった感じで安く設定されるわけなんですけども、このね、移行手数料はね、上乗せされるっていう風になるんですよね。まあもちろん0.5%で無料で利用することはできるんですけども、200円で1マイルになってしまいますんでね、還元率がかなり減ってしまいますんで、まあこれはね、ちょっと微妙なところですよね。で、入会ボーナスということで、カード発行すると1000マイル。 がもらえまで、旅行保険がね、自動負帯で、えー、ついているわけなんですけども、ビザとマスターと JCB はね、これね、一応ついてるんですけども、疾病とはね、何にもな、ね、い、すごい弱いね、旅行保険っていう風になりますんで、一応ね、こちら自動負帯にはなりますけども、非常に弱いんでね、この点は注意してください。で、アメックスの一般カードの方は、利用負帯っていう風になります。で、空港ランチは一般カードなんでね、どちらもね、使うことができないんですけども、 エーネーアメックス一般カードだけ同伴1名まで無料で利用することができます。アメックスはね、やはり年会費が高いんでね、特典がね、多く設定されているっていうふうになりまして、まあラウンジもそうなんですけども、気候地区の手荷物宅配も、羽田空港を利用することができないんですけども、成田中部関空ね、1個まで利用することができたり、このね、ポイントをね、あの、エーネマイルに交換していただくんですけども、有効期限なくね、このエーネーアメックス一般カードね、あの、利用することができるっていうふうになりますんで、やはり年会費が 高い分ね。少しね得点は多く設定されております。で、プライシティパスに関してはどのカードもね利用することができないっていう風になります。で、国際ブランドはえビザマスターで jcb の方は jcb アメックスの方は？ アメックスっていう風になります。で、どれがね、おすすめなのかっていう話なんですけども、まあ、基本的にね、一般カードはね、おすすめしておりません。ANA Amex 一般カードはね、まあ、新規入会キャンペーンが強かったりしますので、ANA Amex 一般カードとゴールドカードのね、キャンペーンが来た時に、まあ、年会費がね、安くキャンペーン利用したいっていう方は、ANA Amex 一般カードはね、いいのかな、なんていう風に思ったりするんですけども、まあ、年会費もね、高いですし、移行手数料もかかりますんでね、まあ、あの、有効期限がね、無期限で利用することができるのはね、 非常に良い,いポイントなんですけれども、ちょっとね年会費とね移行手数料ね、えー、両方合わせるとね一万三千ちょっとしますので、あんまりねお勧めできないんですよね。一応ね ANA の航空券購入する際はね、二点五パーセント還元でね結構良かったりはするんですけども、ちょっとねお勧めすることはね難しいかなっていうところなんですよね。この一般カードを発行するんだったら、先日ねあのゴールドカードをおすすめね出させていただきましたけれども、T カードプライムの方はね。 あの、ルート組まなくてもね、1.25%還元なんで、ここら辺のカードよりね、還元に高くなるっていう風になりますんでね、そちらの方がおすすめっていうところですかね。それでは次にゴールドカードですね。ANA ワイドゴールドカード、ビザマスター ANA ワイドゴールド、JCB、ANA アメックスゴールド ANA ダイナ a ということで、年会費はね、やはりゴールドカードということで1万円超えてきます。アメックスに関しては3万超え。ダイナ a に関しては、まあこちらもね、約3万円ほどね、年会。 年会費がね、かかるっていう風になります。で、貯まるポイントはね、まあ、先ほどと一緒で、ダイナスは、ANA ダイナスポイントが貯まります。で、最大還元率は、 ピザマスターは1%還元。で、JCB の方は1.05%還元。ANA Amex ゴールドは1%還元。ダイナスは1%還元ということで、このね、ゴールドカードになると1%以上ね、還元率が取れて、またね、移行手数料がね、かかんなくなるっていうふうになりますんで、基本的にはゴールドカードの方はね、おすすめっていうふうになります。で、この JCB のね、1.05%還元っていうのはですね、 こちらは JCB のクレジットカードはスターメンバーっていうね前年の利用額でプラスポイントがねもらえるサービスがあるんですよねそちらを入れて前年300万円ね利用していただくとロイヤルアルファっていうねランクになれるんですよねそうなるとボーナスポイントがもらえてそれを ANA マイルに交換するとこちらの還元率っていうふうになりますで ANA のね航空券購入される際は2%還元で ANA アメックスゴールだけ3%還元ということで年会費は非常に強い高いんですけれども 3%加減はね、非常に強いですよね。100円で3マイルがね、貯まる計算っていう風になりますんで、毎年ね、修行しますみたいな方は、 このね、エーネアメックスゴールドね、おすすめっていう風になります。で、ダイナースの方は2%還元ですね。で、マイルの移行費用は先ほど言った通り、マイルの移行費用なくなって、入会ボーナスですね。カード発行していただくだけで2000マイル。またね、こちら更新でももらえるっていう風になりますんで、2000マイルがもらえます。で、登場ボーナスマイルが25%ついて、旅行保険ですね。どんどんね、自動負帯から利用負帯に変更になっておりまして、ビザマスターは利用負帯で、JCB、ワイドゴールドカードは自 負担ということでずっとね一番人気こっちだったんですよねちょっと前まで、ね、還元率が1.3とかまでね取れてまたね自動負担だったわけなんですけども利用負担になってね1%に触ってしまいましたので今ねあの ANA ワイドゴールドカードの jcb がねおすすめっていう風になりますこちらね自動負担で今もね利用することができるっていう風になりますんでねでまたね利用額が多い方はね1%超えてね利用することができるっていう風になりますんでこちら非常におすすめですでこの ANA ワイドゴールドの jcb はですね ポイントインカムで発行するだけでね、4000円の案件がね、あの、あるっていう風になりますんで、そちらも概要欄に載せておきますんで、これから発行されたいってい方は、そちら経由していただくとね、あの、4000円もらえますんでね、ぜひえ利用してください。で、アメックスも利用負担で、ダイナースは自動負担ですね。 で、空港ラウンジですね。カードラウンジに関しては、ゴールドカードということで全部利用することができて、ANA Amex ゴールドは同伴1名まで利用することができます。で、プライオティパスに関しては、ビザマスターはなし。で、JCB カードもプライオティパスはありません。ですけれども、ラウンジキーっていうのはね、都度32ドルで利用することができます。まあ、こちらお金かかるんでね、利用する人はいないと思うんですけども、一応こういう特典が、 あります。で、a アメックスゴールドはですね、プライティパス年間2回まで利用することができます。こちらはね、利用することができるんですけども、日本国内のね、ボテ銃であったりですね、中部国際空港の お風呂だったりね。まあ、そういったレストラン特典っていうのは、アメックスが発行しているプライオリティパスなので、利用することができません。普通のラウンジであればね、年2回ね、利用することができるんですけども、レストラン特典は利用することができませんので、この点は注意してください。ゴールドカードでね、ラウンジをたくさん使いたいっていう方は、こちらはね、おすすめですかね。ダイナースラウンジということで、こちらプライオリティパスとはね、ちょっと違うんですけども、ダイナースがね、提携している世界1300とかあるのかなはい 結構ね、数多くあるね、あのラウンジなんですけども、こちらは年10回利用することができます。ボテジューもね、こちら利用することがね、できるっていう風になりますんで、ゴールドカードでラウンジをね、たくさん使いたい、このプライティパスみたいなね、ラウンジ、一応別なんですけどね、あの、ボテジューとかも利用することができますので、まあ、そこで利用されたいっていう方はダイナースがね、おすすめっていうところですかね。で、国際ブランドはビザマスター JCB Amex d y n a っていう風になりますで、一番おすすめなのはね、基本的には ANA ワイドゴールドの JCB ですかね。年会費もですね、こちら割引を入れたね金額にはなりますけども、ここまでね、えー、安くね、利用することがね、ゴールドカードなのにできるっていうふうになりますので、まあ、こちらが一番おすすめですかね。まあ、ラウンジね、海外系のラウンジがたくさん使いたいってい方はね、こっちも入ってくるかななんていうふうに思うんですけども、個人的にはね、ANAJCB、ワイドゴールド JCB がね、おすすめですかね。それでは次に、 スーパーフライヤーズカードですね。こちらね、年会費ババッとね、価格していただきまして、えー、こちらね、プレミアムカードとかもね、入れさせていただいたわけなんですけども、スーパーフライヤーズカードになると、えー、年会費がね、割引を入れても大体1万円ぐらいね、かかってくるっていう風になるんですよね。その中でも一番安いのは、ANAJCB の 一般カードですね。こちらはね、一番安くなるっていうふうになりまして、まあ、私もね、こちら利用させていただいて、スマリボね、昨年登録して一回使ってね、9900円で利用することができているっていうふうになりますんで、SFC をね、維持するためだけにね、このクレジットカードね、保有されているっていう方は JCB カードでメインカードにしないで登録して一回ね、利用していただければですね、こちらの金額でね、スーパーフライヤーズカードね、維持できるっていうふうになりますんで、非常におすすめです。でこの このね、スーパーフライヤーズカードっていうのはですね、まあ基本的にね、クレジットカードに付帯するサービスっていう風になりますんで、スーパーフライヤーズカードをね、維持していくためにはね、クレジットカードをずっと持ってからなきゃいけないですよね。ですので、まあ、 こちらね、ランニングコストでずっとかかってくるっていう風になりますんで、一概にね、これがおすすめっていうのは、家族構成に、ね、よって変更になるっていう風になりますんで、ぜひこちらね、あの、ご自身のね、あったものを利用ね、していただければなと思います。まあ私はね、メインカードにもしませんし、家族カードも発行しないんですよね。私の妻はね、一人で旅行行くってことほとんどないので、まあ、家族カードも発行してないんで、まあもうちょっとね、子供が大きくなってね、ラウンジ利用とかはね、利用しづらくな なったら発行するかもしれないんですけどもまあ、基本的にね。まだ発行しないかなっていう感じなんですよね。ですので、まあご自身でね。家族構成によってまあ、家族カード何枚発行するかね？この スーパーフライヤーズっていうのは家族カード発行していただければね、その方もスーパーフライヤーズ会員になりますので、そこでね、選択していただければなっていうところですかね。で、おすすめポイントだけね、えー、軽く紹介していきたいなと思うんですけども、まずアメックスですね。こちらのおすすめポイントは、まあ3%還元っていうね、非常に強いね、ポイントがあるんですけども、このクレジットカードっていうか、このアメックスのね、ブランドっていうのは、家族カードがね、非常に発行しやすいんですよね。 ですので、同棲してる相手とかにもね、発行することができるっていう風になりますんで、 こちらね、いいですよね。あの、席が入ってないね、あの、彼女とか彼氏とかね、そういった方にも、スーパーフライヤーズカードね、付与することができるっていう風になりますんで、アメックスのね、強いところはね、こちらかなっていうところですかね。で、またですね、プレミアムカードになるんですけども、まあ、こちらになるとね、もう本当にステータスカードということで、年会費で、ね、8万8000円、ビザの方はね、JCB の方は7万7000円ということで、非常に年会費は高いですよね。年会費は高いんですけども、やはりね、基本還元率から高いっていう風になりますんで、 こちらね、1.5%ですし、JCB の方もね、1.3%還元。またね、入会ボーナスもね、1万マイルであったり、ボーナスマイルもね50、50%ついたり、またね、プライオリティパスもね、利用することができるっていう風になるんですよね。またね、この ANA のプレミアムカードね、限定の特典なんですけども、ANA のね、プレミアムカードを発行すると、ANA の国内線のラウンジがですね、無料で利用することができるようになります。こちらね、ANA のプレミアムカード限定のね、特典になるわけなんですけども、 こちらはね、非常に強いですよね。修行なしで ANA ラウンジね。 え、利用することができるっていう風になりますんで、ALA の飛行機ね、乗られる際は、え、ラウンジ利用することがね、国内線限定にはなりますけども、利用できますんでね、え、ビール飲みながらね、飛行機待つことができるっていう風になりますんで、こちらね、非常に強いですよね。まあ、その代わりね、年会費はね、これだけしますけどもね、まあ、そういった特典が利用することができます。またね、え、プライティパスもね、利用することができるっていう風になりますんで、ラウンジはね、本当に強くなるっていう風になります。 まあこういった感じになりますかね。まあおすすめは本当にね、あの人によってね、変わってくるかななんていうふうに思いますので、まあ家族カードね、こちら割引入れた金額になりますけれども、 ぜひね、参考にしていただいて、ご自身に合うものをね、利用していただければなぁと思います。まあ、私はね、あのー、今こちらを使っていて、まあ、ゆくゆくはね、こっちにしようかなぁ、なんていうふうに思ってるんですけども、まあ、この ANA Amex ゴールドに関してはですね、まあ、先ほど言った通りですね、家族カードがね、簡単に発行できたりですね、またね、入会キャンペーンが ANA Amex ゴールド今もね、やっておりますけども、入会キャンペーンが結構強かったりするんですよね、この ANA Dynast と ANA Amex ゴールドね、この二つに関しては。ですので、 キペン目当てで発行していただいて、まあ、その1年だけね、利用していただくみたいな、そういったのもね、結構おすすめっていう風になります。 まあ、こういった感じになりまして、これがね、全体的な、え一覧になるわけなんですけども、ANA カードね、本当にたくさんあるっていう風になりますので、まあ、ご自身に合ったものをですね、ぜひね、選択して、え、利用ね、してみていただければなと思います。もしね、質問等々がございましたらですね、わかる範囲でね、答えていきたいなと思いますので、ぜひコメント残しといていただければなと思います。 はい。ということで、今回ですね、たくさんあるね、ANA のクレジットカードまとめということで紹介、解説させていただいたわけなんですけども、 まあ、このね、ANA のクレジットカードね、本当にどれが一番いいかっていうのはですね、本当に永遠のテーマということで、まあ、数も多いですしね、またね、カードによって得点が違うっていうのもありますし、またね、年会期の割引のあるカードとないカードもありますしね、非常に難しい部分ではあるんですけれども、ぜひね、ご自身にあった1枚をですね、発行ね、していただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、ライン 公式アカウントやっておりますのでぜひねチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。